近隣の方のご迷惑になりますから。入れ墨を見せつけるチンピラたち。こいつらが店の駐車場でバカ騒ぎするものだから、常連さんの足は遠のくし、近隣住民からクレームも多数入る。確かに、こんな連中がうろついていたら怖くて入れない。騒ぐのはお控えいただけませんか？俺は半ば呆れ気味にチンピラをたしなめる。だが、チンピラの一人は勢いよくつかみかかってきた。おいおっさん、あんまり舐めたこと言ってんじゃねえよ。続いてもう一人が、俺らさ、大塚組なんだよね。そんな言い方して大丈夫？口答えしない方がいいよ。と、ゲスな笑みを浮かべる。大塚組？なら、こいつらは黙らせるのは簡単だ。だから俺は、スマートフォンを取り出して、ある場所に電話し。しかし、兄貴も随分と丸くなりましたね。俺は柳健一郎。少し前からこの寂れた町でコンビニ経営を始めた。俺は少し前まで隣町で妙な仕事をしていた。だがこのままではいけないと思い、いろいろと考え直してここにコンビニを開いた。以前は相当な額を稼いでいたが、現在の収入はその頃の1割以下。だが胸を張って働ける毎日が楽しくて仕方がない。コンビニをやると知った上司や部下はかなり驚いていたし、長くは続かないという厳しい意見も少なからずあった。しかし俺は3年目を迎えている。俺は今日もコンビニに出勤する。実を言うと俺はそこまで店頭には立たず、基本的にパートやバイトの子たちが接客を行っている。俺はというと、奥の事務室で、事務仕事、もしくは店頭に出すお弁当や惣菜作り。俺のコンビニは、毎日店で手作りするお弁当が名物。もともと料理は趣味だったことや、俺が店頭に立つと小さい子供が泣くため、何かしら裏方でやれることはないかと思って作ったお弁当が妙な人気を博したからだ。今では毎日予約してくれるお客さんがいるほどの人気ぶりで本当にありがたい。今日も店の勝手口がノックされる。俺は、あ、ちょっと待ってくださいね。もう少しで終わりますから。と勝手口の方に向かって言う。現場の職人たちに食べさせるため、棟梁さんが毎日お弁当を買いに来るのだ。いつもありがとうね。昨日のハンバーグ、職人連中が美味しい美味しいって言ってたよ。また入れてやってくれ。そんな風に言ってくれる棟梁さんは、うちのお得意様だ。こちらこそいつもありがとうございます。やっぱりハンバーグは人気ですよね。うちの若い衆も好きなやつばっかりでした。準備が終わると、俺は包んだ弁当を温かいお茶と共に渡す。営業時間前なのにいつも悪いね。本当に助かってるよ。いえいえ、今日も一日ご安全に。俺は手を振って棟梁を見送る。この流れは毎日の決まり事になっていた。本当にいい男だよ。上司の鏡ってやつだな。俺は棟梁の背中に親父のそれを重ねながら、彼が運転するワゴンを見送った。すると、おはようございますという女性の声が聞こえた。パートの日村さんが出勤してきたのだ。日村さんは開店当時からうちで働いているパートリーダーだ。この大ベテランがいるからこそ、うちの弁当が好評と言っても過言ではない。それほどに彼女は口がうまいのだ。おはよう日村さん。日村さんの分はそこにあるから、品出し終わったら食べてね。俺はキッチンの後片付けをしたら発注やるから。
ありがとう店長。今日も頑張るよ。うちの従業員はみんないい人たちばかり。俺は従業員を家族のようなものだと考えているし、従業員も俺を信頼してくれている。前職も楽しかったし、人間関係だって悪くはなかった。ただ急にいなくなるとか、そういう類の心配事が多かったのだ。今はそれとは無縁の平穏な毎日。それと夕方から毎日シフトに入ってくれている女子大生の茜は、俺にとても懐いている。彼女は非常にわかりやすい女の子で、俺に好意を抱いているのは間違いない。ただ世の中には俺なんかよりもマシな男がいくらでもいるのだ。大学を卒業して世間を知ればそれに気づくだろう。何より俺のような男と結婚しても茜は幸せになれない。それはさておき、うちのコンビニは老若男女問わず仲良く働ける職場だ。従業員たちは個性豊かだから、得意不得意あるが、おのおの活躍できているのは前職の経験が生きているからだろう。あの頃はみんな野心家ばかりで、手がつけられない奴も少なくなかった。ちょっと、何しみじみしてるの？店を開けるよ。日村さんのせかす声で現実世界に引き戻された俺は、今日もやるぞ、と気合を入れる。そして俺が調理を始めるや否や、店先の品数はどんどん増えていく。その模様はコンビニではなく、もはやスーパーだ。いつも通り、あっという間に営業時間は過ぎた。そして、いつの間にか夜になったのだが。ここ最近、夜になると、あまり嬉しくない常連が来る。右腕に輪彫りの入ったスキンヘッドの男と、金髪の男という軽薄そうな二人組。時には、その舎弟らしきチンピラたち。こいつらが買い物を済ませた後、店の前でバカ騒ぎするのである。そのせいで夜の客足は遠のき、バイトの子たちも怖がっている。挙句の果てには近隣住民からクレームが来るありさま。何度か注意したが全く聞き入れてもらえない。正直、そろそろ警察を呼ぶべき頃合いかとも俺は思っている。あの人たち、また来てる。一人、レジ対応を行っている茜が、怯えた様子でバックヤードに避難してきた。だから俺は、茜に代わってレジを対応する。いつもご利用ありがとうございます。ただ、大変申し訳ないのですが、時間も時間ですので、もう少しお静かにお願いできますか？近隣の方のご迷惑にもなりますので。俺はやんわりとそう告げたが、帰ってきたのは面倒くさそうな舌打ちと、はいはい、すみませんという言葉のみ。正直不愉快だったが、俺はその気持ちをぐっと飲み込む。店長、代わってくれてありがとうございました。少し前、あの人たちからナンパみたいなことされてから、どうしても怖くて。茜は心底申し訳なさそうに頭を下げる。そっか、そんなことがあったのか。俺は、わかった、言ってくれてありがとう、と続ける。この時間帯に女の子一人でレジに立たせるのは危険だ。これはもう男の俺が出るしかないと思った。あいつらが外にたむろしているかもしれない。危ないから今日は送るよ。悪いんだけど、ちょっと待っててくれるかな。俺は茜にそう言ってから、残りの仕事をさっさと片付ける。そして店を出た。わざわざありがとうございます。また明日。俺が車で家まで送ると、茜は笑顔で手を振りながら自宅に入る。だが、これでは終わらなかった。数日後、俺が店を留守にしている隙をつく形で、茜が襲われそうになった。ちょうど俺が配達をしている時に、
あいつらがやってきたのだ。慌てて店に戻ると警察が来ていた。茜は俺を見つけるなり、店長と胸に飛び込んできた。すまなかった。大丈夫か？茜はひどく怯えていたが、幸い乱暴はされなかったらしい。ごめんなさい。ゴミを出しに行ったら、外にいつもの人たちがいて。レジを代わってもらったことを申し訳ないと思った茜は、勝手口ならば大丈夫だろうと思ってゴミを出そうとした。そこで例のチンピラと遭遇し、無理やり腕をつかまれたという。そのタイミングで偶然別の店員が通りがかり、警察を呼んだという次第だ。このままじゃ営業が続けられませんよ。わかってる。それよりみんな電車だろ。今日は俺が送っていくよ。俺たちは車中で今後のことを討論した。このままではさすがにまずい。あいつらは明日も来るだろうから、早急に対策する必要がある。茜のことを待ち伏せしていたんだろうな。前にもナンパしてたし。店員は懸念を口にする。一体どうすればいいのだろうか。変に逆恨みをされた挙句、大切な従業員が危険な目に遭うのは本意ではない。昔なら暴力という解決手段があったが、今はそういうわけには。そして翌日、例によってあいつらはまたやってきた。茜、今日は帰る時まで絶対外に出るな。大変で申し訳ないけど、キッチンの掃除を頼む。はい、わかりました。すみません、気を使わせてしまって。茜が外に出ないで済むよう、俺はキッチンやバックヤード清掃を彼女に命じてから店頭へ。連中は買い物を済ませると、いつものように店前で騒ぎ始めた。俺は意を決して外に出る。君たち、昨日はよくもうちの従業員を怖がらせてくれたな。下品な笑い声を響かせていた集団は、一斉に俺を見る。なんだ、この前のうざいおっさんか。何様だよ。近隣住民の迷惑にもなるから、騒ぐならよそでやってくれ。君たちはできんだ。俺は毅然とした態度で告げた。だが、入れ墨を入れているスキンヘッドの男は、俺につかみかかってくる。だからお前、何様なの？あんま舐めたこと言ってると後悔するぞ。彼は俺を睨みつける。加えて凄みのある声も響かせた。随分可愛らしいと思う。俺たちは一般人じゃないの。大塚組の人間なんだよね。意味わかるか？そんな態度で俺たちに接していいのかな？いつの間にか俺は、やからやその射程に取り囲まれていた。俺は、大塚組？と思わず聞き返す。鈍そうなおっさんでもさすがにわかるか。じゃあ何をしたらいいかわかるよね。土下座して謝罪しろ。誠意を見せろや。やからたちはそれだけではなく、茜も差し出すよう要求してくる。スキンヘッドの男に至っては、これは組長の命令なんだと言ってきた。支離滅裂かつ意味不明。一体どういうことなのかまるでわからない。だが大塚組だの組長だの言われては、こちらも黙ってはいられない。なるほど、組長命令ね。俺もそっちの組長はよく知ってるよ。俺はスピーカーに設定した上で電話をかける。そして、もしもし？という声が聞こえてくるなり、怒鳴りつけた。てめえ、お前の組はいつから仇に迷惑かけるような組になったんだ。先代？申し訳ありません。うちの者が何かご迷惑を？先ほどまでの威勢の良さはどこへやら。周囲は重苦しい空気に包まれていた。やからどもは、逃げようと動き出す。
おいお前ら、今更逃げるなんて違うんじゃねえのか？スキンヘッドの男と金髪の男が硬直する。だが舎弟たちは一目散に逃走した。すぐに向かいます。先代の店でよろしいでしょうか？俺は、ああ、と応じてから二人を見た。そして電話を切るなり、お前らの保護者が来るぞ、と告げる。数分後、黒塗りの高級車が猛スピードで現れた。俺は、おう、と慌てて飛び出してきた男に挨拶する。思ったより早かったな。ええ、たまたま車を走らせていましたから。深々と頭を下げるスーツ姿の男。彼は先ほど、やからたちが口にした、大塚組の組長である。今や二人は顔面蒼白。威勢の良かった先ほどとは、まるで別人のようだ。彼らは、俺が聞きたい。お前んとこの若いのじゃないのか？お前の命令でこの店を潰すとかめちゃくちゃ言ってたぞ。だが組長は、俺の管轄にはいないですね、と首をかしげてから、汗びっしょりの二人に名前を問う。そして消え入りそうな声で自己紹介される。ああ、こいつらはうちの若いやつの舎弟みたいですね。おい、クソガキども。組の名前背負ってとんでもないことしてくれたな。組長の激高は止まらない。お前らの処遇をどうするかは後だ。しかしお前ら、先代の顔すら知らずに入ってもいない組の名前出しやがったのか。組長は平謝りする二人を今すぐ殴打しかねない勢いだ。だから俺は、まあいいよ、今後店に迷惑さえかけなきゃ、と諭す。俺はもう仇だよ。大塚組、それは俺のかつての居場所だった。俺は腕力だけで組の頂点にのし上がったが、いつしか暴力と金に汚れた世界に嫌気がさす。だから俺は組長になるや否や足を洗った。しかし、昔は言葉より早く手が出てた兄貴も、随分と丸くなりましたね。そんな風に苦笑する組長は、かつて俺の右腕だった。俺が引退した後、彼が後釜に座ったらしい。組長になって、あなたの苦労もわかりました。俺は久しぶりに組の名前を聞いたと思ったら、このありさまで悲しくなったよ。すると組長は肩をすくめ、怯える二人に車に乗るよう指示を出す。そして、話はそこからだ、と彼らに伝えた上で一緒に去ってしまった。店長。この瞬間、俺は茜が一部始終を目の当たりにしていたことに気づく。どこから見てた？店長が電話したあたりから。俺はそっと押しそうになった。近隣住民の迷惑がどうこうと言っておきながら、かなりの声量で怒鳴ってしまった。でも、店長はかっこよかったです。本当にありがとうございました。だが茜は、引くどころか、目を輝かせて俺の手を握ってきた。次の日も日村さんから、大活躍だったそうじゃないの、と言われるものだから、頭が痛い。順風満帆だった俺の第二の人生。それはこんな形で終わってしまうのだろうか。何を言ってるんですか。今さら気にしませんよ。あんたがこの店を潰したら俺たち飢え死にだよ。俺、一生店長についていきます。しかし部下も常連さんもそんな風に言ってくれた。俺は感情をかき乱されてしまったが、ここまで言われたのなら続けるほかない。みんな俺のことを信じてくれているのだから。それとあのやから二人についてだ。奴らは組長が秘密基地と呼んでいる山小屋に連行された。そこにはスキンヘッドの男の兄が待っていた。
てめえ、実の弟ならちゃんと教育しやがれ。先代に迷惑をかけたという理由で、兄は思い切り蹴り飛ばされた。その様子を見て、二人は完全に萎縮。ただ組長は、まあ先代もああは言ってくれたし、お前らだって仇なんだから、ここらで手打ちってことにしようや、と言って、二人に食事を振る舞ったという。しかしお前、どうしてうちの名前を出したんだ？もう怒ってないから素直に言え。組長が素朴な疑問をぶつけると、スキンヘッドの男は、いや、兄貴の背中がかっこよくて憧れまして、と答えた。彼の兄は苦言を呈したが、結局二人は組長の付き人として組に所属することが決まった。それから少し経った頃、俺は茜から告白された。あの、店長、私、店長のことが好きなんです。気持ちを前面に押し出した告白。俺はそれを受けてたじろいだが、すぐに、お前も見ただろう、と諭す。俺はな、お前と違って綺麗な生き方はしてないんだ。しかし、彼女は諦めなかった。それどころか、そんなの関係ありません、と食い下がってくる。店長の過去も受け入れます。とにかく好きなんです。そんなやりとりが半年にわたって続いた。あまりにもしつこく食い下がってくるものだから、こちらの決意も揺らいでしまう。店長が好きです。お願いだから彼女にしてください。絶対後悔するなよ。何度も言ってるじゃないですか。過去も受け入れるって。俺は一度人の道を外れている。これはどうしようもない事実だし、お前はそのせいで何か言われるかもしれない。迷惑をかけることもあるかもしれない。それでも後悔しないのか？俺の過去を受け入れるってことは、そういうことだぞ。厳しい点も多々あると思うが、俺ははっきりと気持ちを伝えた。これで諦めてくれるのなら、それはそれでいい。それでも受け入れてくれるのなら。それって、彼女にしてくれるってことですか？俺は、ああ、とうなずく。そして、俺たちは抱き合い、交際が始まった。数ヶ月後、俺は緊張しながら車を走らせていた。今日は、茜の両親との初顔合わせなのだ。あ、健一郎さん。どうしようか迷っているうちに、俺は目的地に到着。すぐに家の中から茜が飛び出してきた。あなたが健一郎さんね。素敵な人じゃないの。現れたのは茜だけではない。茜の母も一緒だった。どうも、はじめまして。立ち話もなんだから、とにかく入って。俺は緊張しながら茜の家に足を踏み入れたが、特段問題なく話は進んだ。過去は過去だ。今の君は悪人には見えない。怒鳴られたり殴られることを覚悟していたが、茜の父はそんな風に俺を買ってくれた。そんな俺を見た茜は苦笑していた。さらに時は流れ、茜が22歳の誕生日を迎えた時だ。俺は彼女にプロポーズした。茜が良ければ、大学を卒業したら。いいよ。健一郎さんのお嫁さんになりたい。了承をもらった俺は、ひざまずき、茜に指輪を差し出す。そして言葉を紡いだ。こんな俺だし、いろいろと苦労させると思う。だけど俺は、絶対に茜を幸せにする。だから、俺の妻になってくれませんか？茜は涙を流しながらうなずいた。答えは OK だった。俺たちの間には男の子と女の子の双子が生まれた。店は今も続けている。賑やかで平穏な日々が終わることなく続いていた。
あかね、行ってくるよ。行ってらっしゃい。今日のご飯はオムライスがいいな。父親になった今も早朝に出勤するのは変わらない。ただ見送るとき、夕飯のリクエストを出せるようにはなったが。お、今日もありがとな。棟梁さんのお弁当をまずは準備するのも変わらない。ただ違うのは。店長、もう夕方ですよ。奥さんが待ってるんだから早く帰りなさい。こんな風に言われること。ただ日村さんはパートから社員になったから、そのおかげで俺は夕方には帰宅できるようになった。だから俺はゆっくりと家族の時間が取れる。今俺には大切なものがいくつもある。だが過去があってこその今と未来ということも決して忘れていない。それを胸に秘めて、俺は今日も頑張っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。